キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今週もあります。はい、12球団各チームの育成力そして編成力を問うこの企画、はい、今週はっていうか今日は、はい、ピッチャー最多勝編です。はい、はい、ということでね、各チームの選手がどれだけ最多勝を取ってるのか、うん、でもう一つ見るのがね、はい、外国人編成どこまでいいのかっていうね。そうですね、そこ見たらまたなんか見えてくるのがありましたね。そう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 、もうちょっとあれだね、うん、打者の方も外国人見た方が良かったけども、はい、まあ、ピッチャーのね、うん、即戦力の外国人投手を見ていくのもあれだけども、はい、最多勝ね、はい、阪神は去年ね、青柳投手が13勝、うん、広島は栗選手2021年13勝、うん、はい、で巨人は2020年14勝菅野で、中日は2014年山井投手13勝、うん、でヤクルト大川投手2013年、 DeNA 野村博樹選手17勝で1993年です。うわ、またここでも今年23年だから30年だ。もう今永が取るしかないね。頑張って。横浜ってそんなに最多勝取る人いなかったんですか。ちょっと横浜の投手陣のエースっていなかったですか。そうだって防御率見ても、まあ、大体どの球団も、うん、エースクラスって言われてる選手は、はい、うん、各年代で取ってたりするけども、はい、横浜はタイトル取れてないってことを考えたら、はい、ちょっと育成能力、うん、編成力もそうだけども、はい、タイトルっていうことだけ考えたら、うん、これはちょっと長年優勝してないのも、はい、それはちょっと納得できるなっていう。へえ。ちなみにね、パ・リーグ、オリックスはね2022年山本、はい、15勝で、ソフトバンクは千賀が2020年11勝。あ、11勝だったんだ。で楽天はね、涌井が2020年11勝。はい、でちなみにね、生え抜きでいうとマー君がね2013年の24勝、はい、で日本ハムは有原投手2019年15勝、うん、で西武はね、田和田投手2018年16勝、はい、でロッテが涌井選手、15勝2015年、うん、でも日本人涌井は西武から来たからね。そうですね。生え抜きでいうと1998年黒木ジョニー13勝。おいおいおい、ロッテもロッテもまあ90年代。ロッテの最多勝2007年の成瀬が惜しかったのよ、うん、はい、成瀬がタイトル取るのに、うん、ダルビッシュと涌井とかと勝負してたわけ、はい、でその時に終盤ダルビッシュ対成瀬の直接対決、はい、で俺がダルビッシュからスリーラン打って、はい、で成瀬の防御率を確定させたの、うん、はい、で成瀬は防御率の勝率が確定したの、うん、で最後最多勝だけ、うん、取ったら投手三冠、はい、このあの当時何勝だったかな、2007年だから2007年、涌井の16勝に迫る、うん、16勝に迫る15勝だったと、うんうん、成瀬がね、はい、でこの最後の登板、うん、確かね4回か5回断失点以内だったのよ、はい、じゃないともうダルビッシュはもう投げる登板がないから、うん、その以内に抑えたら確定だって、うん、で俺先制かなんかの追加点か大隣から、うん、マリンでバックスクリーン横にホームラン打って、うん、援護射撃してんのに、はい、そこから怒涛に打たれて、うん、勝ち星つかないまま、うん、これ以上点取られたら防御率取れなくなるから降板みたいな感じで、はい、勝ってたのに、うん、タイトル取れなくて、へー、惜しかったっていうところあるけども、ちょっとロッテは頑張んないと、はい、うん、涌井はね、うん、まあ、素晴らしいけども自前じゃないからね、はい、うんうん、98年、横浜のこと言ってらんないからね、っていうことはちょっと歴史を踏み通りね、はい、見ていくとよ、うん、山本由伸も15勝で山本18勝ね、うん、で涌井石川千賀が11勝で並んで、で有原15勝田和田16勝で菊池と東山が16勝で並んで、で和田15勝で涌井大谷が同年で金子千尋田中マー君摂津、うん、でマー君とホールトンが19勝、うん、で金子千尋和田が17勝で並んで、うん、で涌井が、16勝で岩隈、21勝、うん、で涌井、斉藤和美、杉内、岩隈、斉藤和美、パウエル、松坂、黒木さん、武田さん、西口さんが3人で13勝で小池さんと西口さんが15勝で同じで、グロス、イラブさん、野茂さん、野田さんが17勝、ちょっと、はい、やっぱりロッテがいなさすぎるねこれは。わー、そっか、黒木さんの前だと誰になるんですか。この98年のジョニーの前だとロッテ村田兆治さん1981年、わー、その前だと金田さん、うん、成田さん、うん、北野さん、成田さんっていうのはいるけども、ちょっと近年がいないようですね。ちょっとロッテはだいぶ頑張んないといけないね、うん、その横浜とか言ってる場合じゃないね、はい、で横浜はちなみに、うん、セリーグちなみにね、
青柳、栗青柳、はい、で菅野、山口、で菅野、大瀬良同年、で菅野、野村雄介、前剣、山井、メッセンジャーで小川、宇都宮、吉見、前剣、立山、吉見、グライシンガー、グライシンガー、川上健人さん、黒田さん、下柳さん、川上健人さん、井川、ホッジス、上原さん、藤井、パンチ、あ、バンチ、上原さん、川崎健次郎さん、山本桝さん、ガルベス、斉藤正樹さん、斉藤正樹さん、山本桝さん、野村弘樹さん、山本桝さん、今中さんが3人同時、山本正樹さん、笹岡さん、山本正樹さん、西本さん、斉藤正樹さん、伊藤昭光さんと小野さんが一緒、18勝。なんかカープとか巨人、中日とかが多いイメージなんですかね。どう、やっぱカープはね、大瀬良、野村、前剣、で黒田さん、はい、だからセリーグとかだとやっぱ横浜が圧倒的にいないね。そうですよね。カープでジャイアンツも菅野投手が結構取ってるし、で中日時期もね、山井、吉見、川上健信さんとかもいるし、そうだね。で巨人もいるし、阪神もいるし。ヤクルトはどうですか。ヤクルトいないね、ヤクルトは立山2009年、でグライシンガーなんて2007年ヤクルトで取って、2008年ジャイアンツで取ってるからね、あとホッジス、藤井周吾、だからまあ2000年以降は3人いるね、ヤクルト、小川投手も取ってるしっていう、そうだね、だからヤクルトもいるね、だからセリーグは各球団横浜以外いる。だって横浜は93年の野村弘樹さんの前は1980年の遠藤さんになっちゃうから、もう太陽ホエールズ。でも阪神青柳投手の前は誰なんですか。阪神すぐよ、青柳が2021年2年連続取ってるね。2年連続で、その前はメッセンジャー。あー、メッセンジャー投手か、日本人だと、日本人だと下柳さん2005年、で2003年井川、だからもう2000年以降だと4人だね、だからやっぱロッテと横浜だね、そうですね、ちょっと大問題は、でもロッテ佐々木朗希投手ちょっと期待じゃないですか。そうだね、でも打たないと勝てないからね。まあ、あと山本由伸なんて2年連続取ってるけど、その前だとね、最優秀防御率取ってんのに8勝止まりだからね、そうか、勝ち星がついてないわけですね。そうそうそう、やっぱこう勝ち星っていうのは打たないといけないから、やっぱりその攻撃陣のね、あの評価としても上げないといけないよね、だから日本ハムでもね、有原いて、大谷いて、でダルビッシュ、ダルビッシュ最多勝取ってない、取ってないんだ、取ってないんですね、ダルビッシュ取ってない最多勝、2005年以降ぐらいの最多勝ちょっとえげつないからね、その2004年3年から斎藤和美20勝、岩隈15勝、杉内18勝、斎藤和美18勝、涌井17勝、岩隈21勝だから、和美さんすごいですよね、負けないエースって言われて、ね、ここら辺もだからダルビッシュもこの時期だからね、やっぱそれなかなかきついよね、他のピッチャーの数も上がるからね、だって10この、まあ、2020年はねコロナの影響があって試合なかったから11勝だけど も、でも山本投手18ぐらいしてますよね。そうそう15、18ね、だその前の14勝未満だと2000年の松坂が14勝だからね、で98年13勝とかだから、まあ、なかなか17、8ぐらいしないと取れないからね、だからやっぱロッテちょっと頑張らないとピッチャーがね。そうですね、ロッテと横浜、2000年以降いないからね、あの日本人っていうか、その生え抜き、そうですね、っていうところではね、なんか投手力というよりはエースがこう不在って感じなんですかね。どうなんだろう。いや、そう、やっぱ打線じゃん。あ、まあそうか、最多勝の防御率は取ってるからね。そっかそっか、そう、打線のやっぱりその奮起がやっぱ待たれるっていう、だから相手のやっぱエースが戦うのは相手もエースだから、エースに対して勝ててないっていうところはあるかもなんだよね。で外国人でいうとセ・リーグはね、阪神、メッセンジャー、でグライシンガー、ホッジス、バンチ、ガルベスっていうところだね。結構いますね。でもだからでも巨人、中日、ヤクルト、阪神だから広島と横浜はいないね、だそこら辺ちょっと頑張ってるんじゃないかな、最多勝ね。でパ・リーグでいうと外国人、ホールトン、パウエル、グロス、3人、だから日本ハム、近鉄、ソフトバンクだから、ちょっとピッチャーちょっと軒並み弱いね。そうですね。だからここら辺のやっぱり最多勝とか最優秀防御率の外国人もやっぱ取っていきたいね、はい、そういった意味ではね、
ということでやっぱ最多勝はね、まあ、チームの打撃陣のあれもあるけども、はい、ちょっと横浜とロッテはね、うん、もうちょっと頑張りましょうっていうところだね。そうですね、でも横浜ってこう打線いいイメージなのにな。だからピッチャーが弱いんじゃない。だから噛み合わないといけない。そう、噛み合ってこそ勝たない、ね、そうそう、勝ち星ができるからね、どっちかだけじゃダメだからね、はい、といったところではね、はい、まあ、今シーズンのね、だから今永とね、最多勝ね、はい、ロッテだと三馬が一番可能性ありそうやけどな、俺の見た感じで言うと。石川歩投手とかはよりも俺は三馬の方がチャンスありそう、最多打線の援護さえあればね。でもこう成長した佐々木朗希投手もやっぱり楽しみですよ。まあ WBC 行くから遅れるからね。そうですね、確かにちょっと、ね、と俺は思う、はい、想像的に、うん、っていう、ね、まあ、はい、うん、っていうところですね。はい。